はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さあ、昨日からですね。そう、昨日、っていうか今日、理由はようわからんのですけど、筋肉痛です。あ、そうだ、これ入れていくか。理由はようわからん。昨日何やったっけ？昨日歯医者に行って仕事行って午前中ね、午前中歯医者行って昼から仕事行ってで、帰ってきて先日のセールで買った棚を組み立てて、棚がね、私の身長ぐらいあるなかなかビッグサイズのやつなんですけども、棚を組み立ててそれかな？原因は。どっから開ける？いやでも、蜘蛛の巣っていうか段ボール開けたいからこれだな。で、1、2、3。これさー、あと2つだよね。違う、あと4つか。違う、扉はあと2つでいいんだけど。これを。いや、しんどーい。しんどーい。あ、でも数は増えてない。よかった。この入れる数をさ、今度は2倍になってきて、なんか4つずつ入れるとかさ。来るのかと思ってめちゃくちゃ警戒しとったわ。22ですね。ああ、それだけでも、それだけでも光が見えますわ。どうする？あのね、今日ね、ジタンが、宝箱開けたらちょっとジタン、じゃない、間違えた、ごめん。無限5分が出たんすよ。使ってみる？どうしようかな。さあ、チョコレートの液体石鹸。石鹸でも何でもないけどね。液体石鹸ケース状のチョコレートって言った方がいいかな。12月19日。うん、未来を生きている。クリスマスに送る最高のサプライズです。そうなの？これなんだっけ？何が出るっけ？道具箱だね。道具箱今いるっけ？あ、ちょうどいい。ちょうどいい。よしよしよし。じゃあ、待ってよ。今完全に間違えたね。ちょっと、アホすぎ。ちょっと待って、スペースが足りないのでは。足りた。ネジは売るかな？そう、あとこれだね。もう、今収めれるのこれしかない。テーブルの上のものを掃除しておく。あ、そう。まあ、とにかくね、そういうことでですね。どうする？どうする？これがいつまでもできへん。でもまあ、ちょっと目の前のものをやってしまうか。目の前に人参がぶら下がっとったら、そらパクっていきますわ。カーペットを取り除く。しゃあない。だいぶこっち側は綺麗になったんちゃうかな。あ、掃除する。オッケーオッケー。ブラシと、これね。まあ、今日は無限をね。あ、間違えましたよ。間違えましたよ。無限をね。石鹸。これ。よしよし。この辺はね、ちょろいね。カーペットを掃除して敷き直す。おーおー、聞いたな。あー、これね。オッケー。オッケーオッケー。確かレベル3まであったはず。
あ、なんか前無理してアイロン作ったけど、アイロン使うことなさそうだね、今後ね。いや、どっかでは出てくるだろうけど、あんまりなさそう。どうします？まだこれモップまでしかできてないし。あと2段階上。イベントやる？多分もうどう考えても無限を使わん。無限しかもね、多分5分ぐらいじゃ全然進まんとは思うけど、先に行けないんだよね。あと何日だっけ？ちょっと回数しとくか。あと2日か。2日では行けまいて。どうしよう。まあ、無限使うか。まず戻ります。ネジはまあ、売ります。無限、使います。ちょっとこっち側もちょっと出しとくか。これもね。向こうですよ。こっちも無限効いとるね。よし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 。出せるだけ出します。出せるだけ出します。ちょっと待ってよ。メガネ多すぎ問題。こうか。出します。結構貯めてあったはずだからね、意外と回数はあるはず。とはいえ、多分限界はある。メガネ。メガネいっぱい並んでるとちょっとおもろくなってくるな。この丸メガネがちょっと面白いのかもしれない。普通に今風の普通の形のメガネだとそんなになんとも思わんけど、丸いっていうのがちょっと面白い。やっぱ出る率としては香水が圧倒的に少ないね、これ見る限り。香水と、あとちょっと、他は同じくらいかな。若干このメガネ、ファッションシリーズか、ファッションシリーズが若干少ないぐらいかな。極端にえらい少ないってことはなさそうだね。あーっと、ちょっと、もう慌てると。ポッドキャスト、機材、早くできないかな。この、機材系のさ、アイテムが結構好きなんだよね。形が可愛い。あと、色かな？色が好き。この、カラーリングがね。待ってよ。メガネメガネ。まあ、出るバランスは悪くないよね。まあ、こうやって言ってられるのも今のうちで、なんか後半、すごい偏る可能性もね、あるけど。あと1分半か。意外とないね。でもこれ多分無限使わないときついな。多分。わからんけど。
や、多分私が違うことをしすぎた。イベントをね、イベントをそっちのけで違うことをしていたので、メインタスクを進めていたので、このような事態になってますけれども。うん。あ、ちょっと待った。あ、切れた。そうなんだよね。これが、切れる時間が来るんだよね。向こう戻ろう。これやろう。他にね。そう、ちょっと切れることを見越してね。こっちの方も、やろうと思って。いや、でもこれちょっと急いでると思う。なんか、ろくなこと喋れてないんだよ、多分。いや、でも前もちらっと言ったけどさ。いや今日今謎の筋肉痛なんですけど、多分棚を組み立てたせいなんですけど筋肉痛ってさ、ちょっと楽しい、ちょっと気持ち良さがある。でこのね、ちょっと筋肉が若干破壊された後でね、このまた新たにね組み上がっているんだと思うとちょっと楽しくなってくるよね。あと、なんか筋肉痛って肩こりとかじゃないな、なんつうのかな、なんかほぐしていくと気持ちがいいし、なんだかんだで、いやでもこれでも筋肉痛耐えられんって人もおるでな、人によるかな。自分はちょっと気持ちいい筋肉痛。あ、もう終わってる無限が終わっているが、まあやることは変わりませんわ。待ってよ、876876。あー、どうするかな。イベント進めたいけどさ、結構、こいつのご機嫌次第だよね。飾り棚さんのご機嫌次第ですな。でも無限5分ぐらいだったら使ってもいいかもね。多分ね、20分とか使っても、この飾り棚さんが回復しないという以上は、他に何もタップするものがないんだよね。極論を言うと。これ以外は何もタップするものがない。ので、ので、そうだね。もう、あとかな。あと、タップするときはあれだね。盤面をもうちょい整理しといた方が良かったかもしれん。まあ、もう悪くはなかったと思うけど。もうあと30回、30タップ。短。動画どうしようか。でもまあ、たまには短いのがあっても、よかろう。よかろう。1回復ぐらいはね、5ダイヤでしといていいかなと思ってる。まあでも1回復したとてね、進まないんだよね。この、重たいのばっかりだもん。まずこのノコギリセットは多分今日は 100% 無理やで。100% 無理。これはまだ厳しい。いけて、水切りワイパーですわ。で、これも、運要素。で、多分こっちを開けちゃうと、開けていくと、結構スペースがきついんだよ。いや、これが力尽きたら考えるか。力尽きたね。考える瞬間が来てしまう。こっちかな。飽きってないんだよね。そう、それでさ、もう無駄に、もうダクトテープとかがさ、増えてきてしまって、どうしたもんかなって。スペースもね、あんまりない。これ、どうする？
まあ、いざとなったら借薬を売却。でも、それでもワンスペしかない。もうこの瞬間来るわけですね。来るわけですね。使う？いやー、借薬売る？困るな、これ。ちょっと気軽に売りたくないものばかりなんだよね。いやー、使うか。で、この辺はひょっとして売っちゃってもいいかもね。あの、ダクトテープがさ、3つある以上は。いや、一回ダイヤで交換しちゃったのちょっと失敗だったなって。先に何が来るかわからんからな。借薬いることないよね。いや、わからん。石鹸とかまあいいか。いやー、先は長いな、これ。いまだにやっぱさ、ロッカーのキープ、ホールド数が少ないから、やっぱきついよね。もうこんなにこれ、こんなにでもないけど、まあまあ強い、この樽型の道具入れが使うことないんだよね、ほぼ。寂しいな。いつかまた使う瞬間が来るのかな。あと17。うん、終わったね。ちょっと半端だから、この辺使って。合成しよう。ほいっと。いや、でも体力出てたの全部使っちゃったけど、良かったのか、わからない。半端になりそう。すごい半端になりそうな、良くない予感がする。あ、ゼロになったな。これはまあちょっと置いとくかな。時短を使うほどでもないしな。てか今やりたいの向こうなんだけど、ちょっと待って、ダイヤを43使って回復するほどかっていうと、まあ、待った方がいいかな。そうだな、これ、多分イベント終了までに次のステージに行けるかどうかっていうぐらいだね。これ、イベントポイントは、クモの巣取ると、どうも入るんだね。ちょっとなんかちゃんと認識してないけど。クモの巣を取り除いて、ポイントって言ってるから。でもなるべくクモの巣を上げていくことでね、ポイントが入るよ、という感じ。あと、シートを多分、シートっていうか、ボードを移動するときにさ、これ完成して。多分、ダイヤとか、コインとか、経験値とか、あとこの、クリスマスの、アイテム。この辺って多分、置き去りになって回収できてないかな。多分そうだと思うんだけど、動画見直してみないとわかんないな。ので、もしボード移動するって、もうこの扉が完成して多分移動するってなったら、ちょっと確認してないんで、断言はできないけど、回収できるアイテムは回収してった方がいいかもしれない。で、売却できるアイテムは売却してもいいかもだけど、まあ1なんであんまり、まあ変わんないかな。
でもこれ売却してさ、なんか、また戻ってきてなんかするっていう作業があったら大変なことになるから。ちょっと、アイテムは置いといた方がいいかも。じゃあ、どうしようか。こう、こう、こう。あ、ちょっとすっきりした。明日、多分、いや、でも水切りワイパーまでできとるかなぐらいかな。多分それぐらいです。で、多分ちょっとこっちの毛糸玉の方にはまだちょっと手が出せんかな。スペースの関係で無理だな、これ。ね。さっきみたいな事態になるから。なので、まずはこれを完成させたい。これはできれば、レベル9の、まずは、キャリーカートを作っておきたいな。今、8、7、6まで揃ってるんで、キャリーカートまでは作って、まずキープだな。あ、これ、ちょっと考えも必要だぞ。難しいね。あと何を捨てるか。あと6000貯めて、1マス、で、一マス増やしたところでってのはあるけどね。まあ、芍薬とオレンジの花は売ってもいいかもしれない。よし。だけど今回はちょっとここまでにしておこうかな。えい。まあいいや。ご覧いただきありがとうございました。ちょっとなんか今日目に見えた進展がなかったっちゃなかったけども、もうすぐ老化が30%ということで、意外とまあまあ早く進んでいるかな。多分。です。では、まあ、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。